ね、カピバラ。よし、場所は、前回釣ったのは今あそこ釣り人がいてるあの辺や。はい、では、釣り場の方へ向かいます。トラブル発生、タイヤがどうも引っかかってるの。これだわ。あー、こいつや。あかん、トラブル発生。こいつやな。どれだけ完璧に荷物持ってきたって出ますよ。でもこんだけ空いてます。理由は明らか、車が置けないから。車が置けないから入れないから、こんだけしんどい思いしてもこういう値打ちはある。ここ来る人は駐車場に入れて止めるけども、こうやって危ない。しこか。はい、釣り場到着。ことも考えて橋行こうか。とりあえず橋を取る。どういうこと。はい、到着。はい、サビ機の準備が整いましたので、今から、サビ機をやっていこうと思います。場所は、
前回釣ったのは今そこ釣り人がいてるあの辺やったんですけど、今日はこっちの橋が開いてたんでここの橋でやろうと思います。ほんじゃほんでもてんけ、はい、ここねこの辺岩がこうずっとブロックがあるんでね、ネウオも多分ねここについてると思うんですよね。ただ今日は青磯目とかエビ持ってきてないんで、なんか小魚泳いでますわここ。まあサビキをちょっとやってから、サビキやってから胴突きで、まあ、パワー磯目あるんでね、パワー磯目を踏んだらあかんのやろうかなと。なぜかあの被写を忘れてきたんで、これでしか巻けない。さっきちょっと巻いといたんですけども、もうだいぶまだちょっと時間経ってるんで、遠いか、ちょっと前の方、こんな感じで、まあいつも通りの網エビで、サビキは 1,2,3,4,5 本針。今日使うサビキは豆やし、これですね、針1号、針数も1号と。これで今日はまずやろうと思います。多分ねそんな大きいのおらんと思うから1号の針で十分やと思うんだけどね。もうここは水深があるんで直下で大丈夫、もう直下でいきます。水温もさっき測ったら17度でした。まあダイムと水温も上がってきてるんで、この辺ぶち込んで、そこへ落として、こっちの方意外と浅いんかな。これが今たるんでる状態やから、これ底についてますよね。こういうちょっとしゃくってて、これなんかものすごい流れというか、ボボボボボボボってなってる。まあしばらくこれ釣れるまではね時間かかると思います。まず寄せないといけないんで、だいたいこの釣りだいたい30分ぐらいかかるのかな、いつも。こんな感じで、であれ穂先がもう来たらゴンゴンゴンとなるからね、かかったら。この広い港でねずっとこれ回遊してくるから、その回遊する時間もわからないし、今時刻はこれ9時10分、でここの潮どういう状況かといえば、ゆみさんの子もあったのかな、田尻か一番近い、こんな感じなんで、今9時やからね、今がまだ一番マシ、今日の潮は流し潮でしょうね。まあ釣りにとっては一番悪い潮で、見たらこれ昼からもう全く動かない状況、カンマもほぼないし、まあで3時4時ぐらい、夕方から雨やから、雨の予報やからね、天気はもう快晴なんですよ、これもうすごいいい天気、それだけがもう、ね、一番の。
はい、お疲れ様でした。本日の釣りは、終了しました。というより、もう今時間はもうすぐ3時なんですけども、正確にはもう12時前にも釣りはもう切り上げていました。ご覧の通り今もう雨です。もう土砂降りの雨が今も降っている状態で、今、駐車場の中で、休憩しておりまして、戻ってきてから、ここで、戻ってきたんがもう何時やったかな、12時半ぐらいだから、2時間ぐらいここで今寝てました。ということで久しぶりに坊主を食らいました。もう今日はもう全く無反応でした。サビキ何にもかかりません。まあ回遊してこないとどうしようもないのかもわからないですけどもね。まあ釣り人もまあ少なかったで、まあもともとあそこはね、釣り人少ないの分かってたんで、でも前はね、そんな中でもね、ちゃんとね、ポイント作ってね、アジ釣れたんですけどもね、まだやっぱ回遊なかなかね、してこないみたいでね、回遊してるとこ場所、他の場所ではね、多分釣れてるとこもあると思うんですけども、あそこはまだ早いですね、まだまだ。まだ1ヶ月、2ヶ月早いみたいで、ちょっと今の時期まだサビキは難しいでした。難しいようでした。ということで、久々の坊主でした。で、まあ坊主逃れとして、家族のとこでやってたんで、胴付きで、まあ胴付きでも虫餌はもう何も今日は買ってないかったからね、パワーイスメあったからパワーイスメをつけて、沈めてたんですけども、あそこ意外に浅いんですよね。もうそこ見えてるぐらい、だから角っこのとこはね結構浅いんですよ。それもねちょっと原因してかね、サビキには適してなかったっていうのもあるみたいで、まさかあんな浅いと思わなかったんでね、行ってみないとわからないですよね。っていうことで胴付きの方も何にもかからず、フグすらかからず、餌取りすらかからず、もう本当の無反応でした。久しぶりですねこんな状況は。でもう雨雲レーダーを見てたら、もう12時過ぎぐらいから雨降るというのがもう確実やったんで、でまあ今日はね釣り始めた9時頃は、ね、ものすごいいい天気やったんですよ。快晴でした。ほんと雨いう予報やったからね、これはもう嬉しかって、これはありがたいなと思ってね、なんとかね天気のいいうちに釣ろうか思ったんですけども、もう全くダメで、でもう昼からも雨降るのが分かってたからね、もう急にやっぱりね雲が出だして風がバーッ吹いてきてね、もういつ雨降ってもおかしくないという状況になったんでね、もう早々にもう片付けてもうここへ戻ってきました。まあ大変ですね本当に。何よりもね道具運ぶのでやっぱりね、釣り場着いてからね、今日もあの巻き絵する柄杓みたいな、やつ、あれをね多分家に忘れてきてるみたいやというのを気づいて、なんか忘れてしまうんですね本当。荷物が多いからもうカートに押してやってたけどもね、途中で前につまずいてこけてしまってね、うん、恥ずかしい、人がちょうどおる時にこけてしまってね、本当にもう情けないですよ、うん。ということで、4月29日、今ゴールデンウィークの初日ですけども、今日の、今回のこの釣りは終わります。まあ、坊主という結果で、まあ、散々な結果でした。で、次回は来月、かねてから、釣り YouTuber さんとのコラボ動画を、企画しまして、まあそれが、実現することになりましたので、来月淡路島のキス釣りで、コラボ動画をやりたいなと思っております。まあ場所の方は当日また、ご案内させていただきますんで、では
この辺で今日は失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。